ゲージはエルクアイオイディアンス。本日も始まりましたエルクアイオイディアンス、お送りするのは私エルクストリートボーカルジュライと DJ 兼トラックメーカー兼スタイリストのタールスです。いつからそんな1ビットスタイリストとかてか聞いて、私今日財布とマイクと化粧品全部と入ったバッグを、今までライブやったんやけど、ライブの箱に多分忘れたよね。だから今ちょっとライブ後で汗だくでメイク直ししようと思ったけど、ないからでけへんっていうね、うん、切ないな。私今日だからテンション低いから一人で全部喋ってや。はぁ、じゃあ、あのね、僕ちょっと今日、無駄遣いをしてしまいまして。おしゃべんねや、ちゃんと本日買いました。ハースウェルシュハウスマフィアの DVD ダーダーンとデビッド・ゲッタの CD ダーダーン。それめっちゃヘアスタイル似てる。俺めっちゃ俺に髪の毛あった似てんねんけど、顔は似てないねんけど、めっちゃ似てんねんこれ。そうそう、ブエロスブエロスデビッド。あれちょっと待って、私のコーヒーは今私今いる、それ私一口も飲んでないと思って。いや、めっちゃもう声もこ辛いのここ今わかる。ニコラスケージ似てるけど、デビットゲッタねこれデビットゲッタねこれ。はい、そんな感じでね、エルカオジャンス、本日も、ゲストを迎えてお送りするんですけど、はい、それまでちょっとだけね、エルコの1週間の話をしようかな。写真いけますかね。はいはい、これはなんや、これ結構前やな、あの、そうそう、これ先週のおいでやすの時のヘアスタイルや。おいでやす終わって、うん、あの金曜日がね、八王子ゾーンっていうクラブで、はい、初めて八王子に行ったんやけど、そうそう、イベントやったんで、そのリハにね入った時の写真、坂東って感じだった。あ、八王子、確か坂東って感じだったね。で、これはね、あやちゃん、トリプルセブンソウルの、はい、あやちゃんと2人で女子会してサムギョプサルを食べた時に、あやちゃんが次の日かなんか大阪の遠征で夜行バスを取ってたはずやのに、あのしかもメンバー分全部取ってたはずやのに、取った日にちを間違えて落ち込んでる絵やな。あれどういうこと、取った日にち間違えるってどういうこと。だから取って行く日はいいね、あの帰りの便をまだライブも終わってない時間に乗る設定になってんやん、バスが。そういうやつおるでめっちゃ落ち込んでた写真。あ、ババちゃんね、これね、八王子ゾーンのイベントした時の写真やね、はい、この人、ジョージ・ウィリアムスっていう、ジョージ・ウィリアムス、ウラッパーさん、はい、ヒップホップのね、とか、これはシンガーのエイミーちゃん、ね、うん、いろんな出演者さんと写真を撮ったり、あ、オカジュンはね、安定のね、これはね、安定の、安定の、サム・ギョプサル、そんな感じ、あ、そう、で、これがライブですね、はい、これはショッツマンがいるってことは、五右衛門やね。そうそう、声もそう、さっきの人外国人、ハーフらしくて、そう、ジョージ・ウィリアムスってハリウッドスターみたいな名前やなって初めて喋った時に言いましたよね、私あんで次の日もクラブに行って、なんかその日はショッツマン率いる SFB が、ノー EDM っていうイベントに、オデオン東京という発行でやってて、オデオン東京、そう、それに遊びに一人で行ってたら、あの帰り道、岡潤と SFB を誘うと、SFB の健太と私とショッツとで、あの安定の岡潤やろ、そう、じゃあラーメンに行こうと思ったら、岡潤がなんか俺も行きたいから迎えに来てって言って行って、次の日コストコ行った写真やな、これな、すっぴんの私やな。はい、で次何、最後、ああ、そうで、その日はコストコ行って帰ってきて、あのトリプルセブンソウルとね、うん、またミーティングをしていました。なんかあれやな、今のあのコストコの写真のシルエット、アリアナグランデっぽい。ちょっと待って、私あのディスられるから、そのこと言ったら忘れてくれる、あの敵、あの売れる前から敵は増やしたくないから、ちょっと、あの別に俺ディスられてもそれで炎上してくれる、ほら、別みんなアリアナアリアナとか言ってるやんか、人がもう違うって思ってるってことやから。おい、ジュライグランデ、コストコで何するのってコストコで1ヶ月の食材を買ってました。はい、とサバと、サバとサバばっかり、サバと何買ったっけな、サバと
オリーブオイルと、あ、そして餃子とサバ、あと鶏肉と、うん、あとプルコギと。別にええですか、言うてくれんねん。そうそうそう、はい、そんな感じの1週間かな。はい、はい、アリアナってジュリアナって言われてる。あ、このジュラブはあれやな、ありがとう、かわいい。サバ大好きやな。私サバの味噌煮が得意料理やな。あ、うまいね、うん、サバの味噌煮が得意料理なんですよ。うまいね。そうそう、サバうまいな、うん、味噌煮うまそう。いいな、いいな、食べたい。俺今な、今度料理コーナーやろ。俺今な、料理コーナーいいな。はい、何ですか。俺今な、はい、気になる人がいてんの。誰よ、そんな初耳やけど。気になる人がいてんねん。え、何恋してるの。いや恋じゃない。何、こいつめっちゃイケメン、デライケメンやな思って。誰。え、ゲンキングっていう人。あ、インスタをにぎわしてるね。そうそうそう、あの人は思いっきりかっこよすぎて俺インスタでフォローしたんや、めっちゃ前に。でもお姉やったって人やろ。蓋開けたらお姉やって、しかもパートナーもいてる人やった。あ、そうなんや。めっちゃ男前やからなんかインスタアイドルっていうんだよ、ああいうのって。今ってインスタアイドルっていうのが流行ってるらしくて、ゲンキングなんとかベイビーやったっけ。てかもなんかインスタアイドルやな、あの人と。何やったっけな、妹、なんか兄弟設定みたいな。社員さんは遅刻遅刻して待ってるから、もう私らがこれ、あの、喋りすぎです。なかなか出してないだけで何も遅刻してないよはい、じゃあ分かった、みんな待ちくたびれてるみたいやからね、はい、じゃあエルクストリートのオープニング行ってみたいと思います。ドン。ということで、じゃあ本日のゲストはね、また関西人やね、はい、しかもあのタウルスと時代は全く被ってないけど後輩に当たるほど地元が近いっていう、そんな2人を呼んでみたいと。下地もすぎてもう当たれへんよそんな偉そうに言ってて大丈夫大丈夫かな、はい、じゃあ今日もお呼びしたいと思います。キングシャイファミリーから2人どうぞ。お願いします。お願いします。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、お願いします。まずは、はい、ライフ、ライフです。そうね、はい、の2人です。よろしくお願いします。キングシャインファミリーです。なんか爽やかやな爽やカメラ回ると。私は武装先生みたいな。武装先生あのカメラ回ると 1.5 ぐらいテンション上がってこう爽やかに。いや、どうね、どういう。はい、そんな感じでねキングシャインファミリーを今日お送りしてるんですけれども、はい、あの全員関西人ということで、はい、話がまとまらない恐れがあるので、はい、ちょっとあのガンガン仕切っていきたいと思います。また、はい、まず、はい、あの知らない方がね、多分きっと見てる方は多いと思うので、ちょっとした私も知らないことが多いから、なんかまず音楽についての質問をいろいろしたいなと思ってるんやけど、はい、キングシャインファミリーって言うけど2人な、そファミリーはいっぱいいるの。まあ、あの、じゃ大阪であの活動してた時に、うんうん、なんかあのもともとキングシャインファミリーっていうあのレゲエ の、うんうん、あのファミリーを作ってたんですよ、うん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 、であのその中でまあいろいろあって、その僕と相方があの、うんうん、東京に上京してきて、うん、で今2人。そうそう、もともと7人のアーティスト、うん、がが集まってキングシャインファミリーやったんです。その人たちは今何してるの。残り5人はどうしてるの。仕事してます。まあ仕事したりいろいろとちょっともう終了しましたねみたいな、はい、いやもうじゃあ音楽してへんの。社員なんやほんまに。そうそうそう、うまいうまいうまい。あ、そうなん。え、じゃあもうキングシャインファミリーだぜって言って大阪帰っても2人が今は。そうですね。まあそうですね。もっと家族増やさない。そうなんですよ。そうですよ、一応家族は増やさないとね。キングシャインファミリー言うてるからにはね、二、はあ、人はちょっ と、 ちょっとあの双子で終わりみたいな親どこにおんの確かに確かに。ほんまに。え、でいつか、大阪ではいつから活動してたの。大阪16高校1年生ぐらいの時ですかね。高校1年って言うの。若いからやっあ若いからじゃ若い時からやってたのね。なんか元々ソロやったんです。うん、で、
なんか一緒にやってたんですけど、全然違う現場とかも行ったりしとったんですけど、そのもう本格的に東京で一緒にやろうかっていう形で。音楽をやって何年目なの？16からなんで4年。4年ぐらい。じゃあすいません6年です。6年です。7年ぐらいやってる、はい、大丈夫その計算適当すぎるって、はい、6年です。じゃあ今22歳いやそうです。あ2人は同い年なの？同い年。あ同い年です。2人はその知り合ったきっかけはないの？中学でなんか中学校、小学校はもともと違う小学校なんですけど、うん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 、なんか中学校から一緒になって、うん、でなんかその学校でなんかちょっとね、あ授業面白くないないよってサボってやってる時に、なんかちょうど聴いてた音楽があって、うん、でなんか俺歌手目指したいなみたいな、めっちゃ青春やな、めっちゃ青春やな、そういうのがちょっとしたきっかけでね、二人とも、はい、その時がきっかけで、そういうきっかけになりましたね。俺歌手になりたいな、ちょっとした高台なんですけどこの見える景色だけでいいか自分らの歌届けたいなっていう、そう、そんなことやろ、そんなことやろ、そんな、いや、マジです。ほんで、しかもその瞬間に雨降ってきたんだ。そう、無理や、無理や、無理や。そうなんや。でもさ、初めはファミリーぼってもう二人ぼっちの、双子になっちゃったわけやんか。はいはいはい、はい、で、二人ぼっちで東京に出てきたわけやん、はいはい、それはやっぱなんていうかな、その言い出したのはどっちやったん？東京行こうって。航空ですね。ですね。エルクストリートも、もともと他のメンバーもいて、はじめ3人で上京してきたんやけど、はい、私が言い出しってやったの、エルクの時は、はい、その言い出したきっかけは何やったの？なんか、もともとその、なんか先輩、レゲエ の、 サウンドマン、DJ やってる人らが結構地元にたくさんいて、で、その人たちにいろいろなんかそういう音楽関係のことに相談とかいろいろしてて、で、なんかそのある地元のなんかもう一つ違うファミリーがあるんですけど、そのファミリーいっぱい家族おるやん、そのファミリーの人がなんか音楽の専門学校行って作曲とかいろいろやってるっていうのを聞いたんですよ。あー、で、じゃあ僕東京に行ってちょっと音楽の専門学校に行って学びに行きたいなっていうのがきっかけで、なんかその先輩からの、あ、学校行ってんの今？いや、今はもう行ってないですけど。あ、行ってたんや。はい、行ってましたね。あ、そうなんや、はい、それは何、DTM かとか？いや、なんか何かに行ってた？単純にシンガーソングライター全然関係ないやん。いやいや、大事と思うで、シンガーソングライター部門で一番。学校名って言っていいの？学校名はそうですね、一応メーザーっていうとこ行ってたんですけど、そこ、なんかその学校に行ってたんですけど、でもなんかいろいろ合わなくて自分自身辞めちゃいましたね。はい、あ、そうなんや。辞めましたね。え、一緒に行ってたん学校？僕1年後にこっち出てきた感じです。あ、先出てきたんや。はい、一人で出てきたんや。一人で出てきましたね。すげえ、すごいな。そうっすか。でもさ、その話はまた後で聞くとして、ほんでさ、2人がその中学で一緒やって歌手なりたいねんって言った、はい、その時からレゲエがやりたかったの？もうそうですね。そうなんや。なんか地元自体がもうなんかだんじり祭りとかあるところで、確かに確かに、うん、もうレゲエ、そう、どこ行ってもレゲエみたいな。あっちは結構レゲエが畑なんやな。そ、ね、あ、それで、でも大阪ってレゲエシーン熱いもんね。やっぱり暑いですね。今とかまた特に熱くなってきてるみたいな。うちはショッツがレゲエのサウンドマンで、はいはい、私は結構ヒップホップとか好きやったけどレゲエには疎いんやけど、そのレゲエにハマったきっかけっていうのはないんや。あ、なんか僕はなんか家族全員、おばあちゃん以外家族全員レゲエ好きなんですよ。それ行かれるともう俺言えんからね。なんかもう強すぎるわ。なんか家族全員がレゲエ好きで、なんかそのお腹に、僕がおかんのお腹におる時からレゲエ聴かされてたみたいな。ボブマーリー、あ、そうなんや。で、じゃあ生っ粋やねんね。そうですね、ちっちゃい頃にその昔有名だった、もう伝説になったんですけど、世界各国でなんか開かれたフェスっていうか野外フェスイベントがあって、レゲエのなんかサンスプラッシュっていうイベントがあったんですけど、それにも僕家族で行ったりとかあったみたいで、ちっちゃい頃なんですけど、楽しそう、なんか踊ってたみたいです僕。あ、じゃあもう生まれ持っての地位やね。それはね、レゲエがもう好きで好きで、絶対言われへんかったな。まあ、いや、もう生まれ持ってダメでしょ。僕ちゃんと聞いてみるから。いいですか、はい、じゃあまあ、僕もちっちゃい頃から家庭が、そん
なるわな。あ、もういいですか。もうなんか痛いっす。もういただいてきました。二人がレゲエ好きなってことは伝わったから大丈夫。何キングシャインファミリーかエル君に質問がある。あ、そうですね。そうですね。え、なんすか。逆にそのそうです、ね、ルーツを僕らが聞きたかった、聞きたかったんですよ、ね、僕らの場合だとその、はい、レゲエが好きでなんか、はい、大阪の時からレゲエの、はい、そのね、うん、箱でマイク持ってやってたんですけど、うん、そのエルクストリートさん、うん、そのルーツっていう商業、そうっすね。商業私はあの父親が、はい、あの元々バンドマンで、で私がお腹、それこそお腹の中にいる時からお母さんがライブハウスに私を連れて行ったり、私がまだ血のみごみたいなところからライブハウス行くぐらい ですごい父親はそのギタリストなんで、あの歌う方ではないんやけど、やっぱお腹の中にいるってからずっとハードロックを多分聴いてて、ほんでそのロックが多分きっと初めはルーツで、ちっちゃい時はそのビートルズとか、はいはい、その時代のハードロック、はい、あのイギリスとかのちっちゃい時ずっと聞かされてるとか、あの家で流れてて聴いてたから、音楽はすごい好きだったらしくて、家にあるマイク持って歌ったり、そういうのあったんじゃないですか。だから音楽関係で言ったらエリートだ。エリートだ。あれハードロック現代だ。そうでもレゲエのエリートコースだ。なんかそうっすね。でもなんか私はでも歌うとことだけはすごいちっちゃい時から好きやったけど、うん、初めはルーツっていうより本当にあのテレビに映る今流行ってる人が小学校の時とかは普通に好きで、私もこういう歌番組に出てその人気者になりたいって思ってたけど、でもやっぱそれは年を取るにつれて、あ、人の歌を歌わされるよりは、はい、で、私中学ぐらいの時にうちらの年代ではないんやけど、はい、てか私が好きな時にはもう死んでたんやけど、はい、あの尾崎豊か、あ、もう大好きです僕を出会って、大好きです。でもすごい好きで、あ、はい、私中学のその卒業文集に、はい、尾崎豊みたいに自分の言葉で歌って人を感動させれる人になりたいっていうことを書いてて、エリートです。ハードル上げる。そうだからそういうなんかルーツはロック尾崎豊で、その後のヒップホップ、その3つが今の私を作ったジャンルかな。だからヒップホップ なんで そからロックからヒップホップにハマる、あの不思議な、ね、真逆っすよね。ロックは、あ、でも基本的にね、あ、かっこいい曲が好きなの。はい、その緩い曲よりもかっこよくてパンチのある曲が、はい、それはずっと昔から好きで、はい、でその尾崎豊とかヒップホップに共通してることって、はい、言っちゃいけないようなことも言っちゃう、はい、そうですっていう、その自分の、はい、汚い部分も何もかもさらけ出して歌っちゃう感じとかがすごく魅力で、でも私はラップは別にそんな上手なわけでもない、そこを主体にはやってないから、それを歌って、まああわよくばなんか女尾崎のような、あ、そういう魂込めれる感じの、その音楽ジャンルはヒップホップっぽい曲でもレゲエっぽい曲でも別に私は何でもよくて、ごめんなさいね、って感じ。なんで笑ってるんですか。じゃあ先が俺も聞かれてないですよね。シャク取るなぁ、だからそこは聞きたいっすよね。私に質問したらあかんねん、話が長いから。いや違うんですよ、じゃあ逆にそのタウさんはそうやね、あ、そうですね、そのルーツ、俺はエルク入りたい入って、はい、初めて音楽何も知らんうちに、はい、エルク入りたいって言って入って DJ やって、 DJ やったら曲作らなあかんって空気になって曲作っていったっていう話、はい、え、でもそっからもう全部やってるじゃないですか今。すごいな、タイルスはね、めちゃくちゃ努力家やと思う。俺はすごい、ね、ストイックなタイプ、ね、俺はすごいね、俺はすごいね。俺どう突っ込んだらいいか全然分からない。別に無視してていいだろ。あの子たち突っ込みにくいこと言ってたら、元々、はい、トランスとかそういう風なのが好きやったから、あ、シンセが好きやった。あ、でもシンセ調ですね、うん、だからシンセ系を先に基本的にデビットゲッターのストリートは3人とも好きなジャンルは違う、で私とショッツ がちょっと似てるけど、私ほどあの人はヒップホップ風じゃなくてレゲエやから、はい、私はヒップホップの方やし、でもこの人とはそのサイケっ
とかトランスとかそっち系曲がそんな感じですね。そうだから地元をやってレゲエめちゃ扱ったのだけするんだってでもさっき言ってたんですね。もうそうで一回うん、そう、はい、なんもない。言おうともない。こういうのあるんですよね、僕ら。あの、かぶってまうんですよ、完全トークあ、その2人が喋るんやったら、ね、あの、ステージの、あの、MC でもしょっちゅうあるんですよ。あ、それが嫌やから、はい、あの、2人に、もう、あんま喋らんといてって言ってるんですよ。でも、でも自分が休憩した時に急に踏んで急に踏んで、はいはいはい、そう水飲もうかな、はい、タオルすっか、いきなり踏んで、そう、いや、ちょっとヒヤッとやばいもうこれじゃあそんなね、キングシャインファミリーに私からの質問なんですけど、はい、2015年はどういう感じで動いていこうとか、なんかそのあるんすか。あ、今年、うん、今年は待て、今2015です。何で私間違った。何でそこで間違った。つい最近かな。あの、15年はその、うん、まあ僕ら一応5月に、うん、大阪でワンマンライブが決まってまして、はい、素晴らしい。おかげさまで5月2日ですね。ゴールデンウィーク真っ只中や。そうですね、ゴールデンウィークの土曜日の晩です、うんうん、箱は箱は大阪堺の堺や、堺東、堺東の、ゴイスゴイスゴイスってそんなの。ゴイスあるんです。あります。ちょっとなんかゴイスみたいな感じで。でも多分そこゴイス。感じで。ええ、どういうことですか。その すごいの反対語のゴイスみたいなから取ってんじゃないの。ちゃうと思うじゃないですか。そうなんですよ。そうなんですよ。いやいや。面白いわ。じゃあそれあでその後は例えばその。5月にワンマンが終わった後、なんかこんなんをしたいなとかっていうな、はい、計画はあるんですか。そうですね、ワンマン終わってからは一応 YouTube と iTunes とかに配信活動をまメインに、うんうん、あの、はい、今日もだってあのキングインシャインファミリーがゲストやってた、行きたいって言ってる子とかいて、そうだから多分音源を待ってる人はきっとね、いっぱいいるはずなので、はい、今はまだ音源の配信とかは音源の配信はまだできてなくて、はい、キングシャインファミリーがね、うん、気になる方は、はい、まあ、大阪の人はね5月2日の、堺東ゴイスに行ってもらえばいいし、はい、ちょっと遠くで行けない人は配信を待ってください。はい、え、そうです。で、その2人ともし連絡取りたかったら下に書いてツイッター、以外は何かあるんですか。ツイッター、フェイスブック、うんうん、あー、フェイスブック、あれやな、あとホームページもあるんですけど。おー、それは何で検索したら出てくる。ツイッターで、うん、もう一応もうあのプロフィール欄にすぐ飛べるように、うんうん、あ、そうなんや、はい、じゃあね、今ね、この下にあるね、こういうそ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 う、ここや、どっちか分かれへんライフとレーンねに、はい、ここやね、ライフとレーンの、はい、アカウントに今ついていって、ってそうフォローしてホームページ、皆さんチェックしてみてください。お願いします。じゃあ一旦 CM に行こうかな。じゃあ一旦 CM に行った後は今日も質問届いてます。 CM どうぞ。何なんですかこの未収は。今月の売上300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。CM ラジオうるさいこと、はい、はい、じゃあ今日も質問が届いてるそうなので、はい、私たちへの質問、はい、Q&A 行ってみてください。 Q&A1、 キングシャインがエルクストリートと曲をするならどんな曲ですか。あ、キングシャインファミリーとエルクストリートさん、面白いな。じゃあちょっとこれは一人ずつ喋った方がいいから、はい、さっき結構
俺レンがいいとこ取ったから角角 そうやね、角か そうやね、まあ、そういうやりたいよ、やってみたいよ、ちょっとやってみたいですね、そういうなんかそういう企画コーナードンみたいな、やってみたい企画コーナーみたいな、はい、ペンがあればどういうこと、フューチャリング、そう、フューチャリングで何かするならどういう曲をしたいか、あーなるほどですね、テンション上がりますね、これどうそれ、どうしようかな、待ってください、ね、曲調っていうことですよね、なんでもいいよ、なんでもよ、こんな曲やりたいとか、はい、曲じゃなくてもいいで、例えば、はい、こういうコントしたいとかでもいいし、そうそう、あの 一緒にミュージカルやりたいでもいいし、あーそういうことです、なんでもいい、なんか、せえへんけどな、せえへんけど言ってくれてもいいよ、あーお願いします、何やろうな、今日のジュライさんのファッション甘辛ミックスで可愛い、私はね、私はあの褒めるコメントは絶対拾うからね、ありがとうコントしてくれるの、これ字来た、アリアナグランデがいる、もうええってやめてマジで、うん、で何かな、キングシャインのダイエルクスリーの曲さんはどんな曲ですか、できたー、あ、俺もそっちやわ、できました、じゃタウルスから言っていいで、私最後で、キングシャインと関西人がエルクストリートが静かな瞬間曲をするなら、はい、ダーン、鬼ジャパニーズレゲエもしくはクソレゲトン、あ、レゲトン、あ、レゲトン熱い、レゲトン、レゲトン、今度どっちか、レゲトン懐かしい、ガソリンみたいなやつやんな、あ、ガソリンだ、やばいですね、あ、レゲトンいいな、はい、レゲトンって何って言われた、あのね、ガソリーナで検索して、ね、YouTube そんな感じの曲がミスってレジトンってレントゲンちゃうわ、レントゲン、レントゲン、あ、レゲトンってレゲトンめっちゃ好きなんですよ、レゲトンいいですね、好きやった、スタッタとスタッとスタッ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 みたいなね、あれいいですね、ジュライさん安定の可愛さありがとう、ちゃんと拾うやろ、じゃあエレンに行ってもらおうかな、次、じゃあ僕はジュス和を使ったかっこいい曲をしたい、レゲ、レゲトンって感じです、レジトンになってる、レゲトンね、和を使った、そうですね、お前レジトンめっちゃアホやん、じゃあミスでちゃレゲトンって感じ、アホ出たって言われてんだよ、アホ出たら IQ 低いからね、いやそうですね、なんかあのエルクヤ・オイディアンス、エルクヤ、エルクストリートって言ったらなんか和っていうイメージ、まあまあそう、そうやろね、それを使ったなんかかっこいい、なんかレゲートなんかこう混ざったみたいなかっこいい、うんしね、っていう、はい、僕はもう完全アップ曲ですね、バラードっていうより盛り上げる曲で、まあ和を使った裏打ちの強い、あ、曲がいいですね、あ、これみんな一緒やで、私もさ、はい、あのめちゃめちゃレゲエのビートで和ミックスのお祭りソング、あー、いいですね、やっぱりイメージになる、なんかみんなでハッピーを切るような、あー、めっちゃいいですね、レゲトンのだんじりの曲や、あ、そうだんじり、だんじりって、それめっちゃあるそう、イメージだね、ルーツだんじりですからね、そうそう、レゲエインナーサークルって懐かしい、インナーサークル懐かしい、なななななな、そうそう、親父にめっちゃ勧められたなえ、だんじりって良さが分かる、でも私もだんじり大阪の人やけど、うちらの地元の方にはないから、あ、1回だけ岸和田に見に行ったことがあるだけやけど、怖かったよね、いや、あれすごいですよ、サビはもうそりゃそりゃ、そうですね、サビサビサビ、私は北摂でもなくて中央区っていうね、すごいあの真ん中、心斎橋まで車で10分ぐらいのところに住んでます、都心の方なんですね、都会、都心の方やね、そうね、僕らめちゃくちゃ田舎ですね、もう俺よりもっと田舎だからな、そうですね、村ですからね、もうちょっとでもなんかだんじりちょっと待って、それ言ったらもうショッツがもっと田舎やからショッツの家の裏牛とかおるんや私びっくりしたもん、なんか草とか言ったら牛がもうとか言って牛おるんすか、でそこ、そこの牛乳屋さんがアイスクリーム屋やっててめっちゃ美味しいんですよ、めっちゃ美味しい、いいですね、それちっちゃい頃から食べてたんで、
やろうな、絶対。羨ましいな。あ、鹿がいるのは奈良市の方なのよね。それは、あ、都会なのまだ。らしいですね。結構それめっちゃ言われるんですよね。そう。鹿イメージしてるやろ。そう。全然ちゃうで。どっちかって言ったら、イノシシとか牛の方。ナチュラルな方の。ナチュラルな方。じゃあ次いきます。はい、じゃあ2問目いってください。ドドン。Q&A にエルクストリートもキングシャインファミリーも様々な音楽ジャンルがある中でなぜそのジャンルを選んだんですか。もうさっき喋ったねこれ。そうですね、もうさっき喋ったからもういいかなこれは。3問目いきましょう。Q&A3 未来予想図、10年後どんな大人になっているのが理想。熱いねこれ。熱いな。10年後な。10年後、10年後、10年後どう、君へ。10年後どうなってる。映画始まりそうっすね。あ、そうですね。その君へってつけたら。さっきもそれ言うて。さっきもそれ。10年後。書くときほんま静かになる。仕方ないよね。私これは決まってんねんもう。おお。10年後か。感じわからん。私もそうっすよ。恥ずかしいよね。ちょっと待って。これで検索したらええね。あ、小文字やな。どうしようかな。私はこれは決まってるんですよね。無言やで。私から言おうかな、じゃあ。はい。はい、できた。じゃあタオ様から言っていいよ。俺は、うん、10年後、うん、こうなってたい、うん、アメリカで売れっ子音楽プロデューサー&作曲家。わあ、夢でっかなってたい。でかいですね。なってたい。あ、でそう思ったらもうちょっとちっちゃかった夢がなんか。じゃあ行って、うん、もちろんすごいビッグなステージで歌っているが何より笑顔で過ごしている。おお、何やそれ。いや、それ何なん。いや、僕ね、何それ。安全に。いやそれめっちゃ言われるんですけど。ごめん、大喜利になってね。ちょっと安泰やな。いや安泰なとこ行きましたね。いやほんまそうですよ。ほんまにビッグなステージで歌うのも当たり前と思うぐらい幸せな感じ。なんか俺がちょっと恥ずいから。いや僕ちょっと恥ずかしい。ちょっとなんかめっちゃガッツリ言ってるやん俺。いやほんまにそうですよ。まあ、わかるそうやな。じゃあライフ行こう。はい小さなレコーディングスタジオを作りたい。はい、間違いない。それも。そうなんですけど、これが家庭がそのあのもういろんなでっかいステージで歌って、うん、僕は地元に作りたいんです。あ、分かる。地元に全部終わっても戻りたいってことだよね。はい、なんか地元のカラオケ屋が最近潰れたんですよね。で、歌うところがなくて、でこれやったらなんか。じゃあカラオケ屋衰退。いや、ちゃうじゃない。いや、なんでそうなんで。いや、あわよくばカラオケ屋もあの常にやりたいですけど、まあ、そうですね。カラオケ屋したいってめっちゃ違う。私はね、これあの、まあ、いろいろ夢があるんだけど、3世帯住宅を建てていたいというのは、私は売れたら3世帯住宅ででっかい家を大阪に建てて、はい、私の家で、うちのお父さんお母さん2人の家で、音家族の家の3世帯で一緒に住みたい。で、その家を建てるのが私っていうのがずっと夢やから、それが叶ってればいいなっていう感じかな。それいいですね。うん、そうそう。だないとさ、さっきも言ったように、そのもしうまくいって売れた時にさ、東京ばっかりやったらもう会われへんや、家族に。そうですね。だから大阪にその家があれば、大阪に戻ればいつでも一緒におれるっていう、まあ、そう家族と。流れてきた答え、俺が一番恥ずかしかった。なんかちょっと僕に言われてもどうやねん。いや一番かっこいいと思いますよ。いや、ほんまに。でも、年下にめっちゃ年下に。いや、もう海賊王ですよ。みんな、網の王を知って夢描いてんねん。そうです。夢は、ごっつくいきましょう。はい、じゃあ3問見てください。Q&A さん、どうしても無理な異性の条件を教えてください。もう私これは言うわ。汚い人、いや、あの風呂嫌いな人とか。いや、風呂嫌いな男の人結構いるやん。結構風呂嫌い。いや風呂嫌いな人。もうすぐ近くにいてた。風呂に入らない人と、あとなんか
まあ臭いってかその汚くて臭い人が嫌。なんせ負の入らへん人嫌だな。まあ言う女性が言いそうな、まああれです。でも異性じゃなくても結構厳しいないですかそれ。あともう一個あったケチ、はい、私ケチめっちゃ嫌いだよ。私ケチめっちゃ嫌いね。ケチはね、もうやっぱケチ、じゃ女の子でもケチは嫌でも男のケチはほんま嫌い。はい、もう1万円持ったらとりあえずそれ全部出してって思う。もうケチや、ケチ。私、書いてんの？ずっと喋ってる。いや、タウルスケチやけど、はい、私ケチじゃないもん。はい、書かしたね。じゃあ、いや、でも、いや、全然聞きますよ、はいはい、僕ら全然。ケチじゃない。ごめん、私の話聞いて喋ってる。ケチじゃない。ずっと自分ばかり、うわーって出てきて喋ってるけど、書かしたろうや。タウルスは何なんじゃ。俺は、汚いと。一緒やん。一緒。そんなの性格的にも汚い人。あなんか裏ばっか。ジュラ、あなたマイクどこやったのめっちゃ言われてる。え、わかんないね。いやでもあのねこのおいでやすだったらね、ちょっともう一回あの箱に戻ってね、ちょっとあの探し物を。それ俺だからな、清潔そうに見えるから別に汚くてもええねん。でもタオルさん入ってるやん別に。何やろ、分かれへんの。うん、タオルス汚くないやろ。はい。でもショッツの方が汚く見えるけど、ショッツの方が風呂入ってるよな。ショッツ君の方が確実に綺麗。ショッツめっちゃ風呂入ってる。ショッツ君の方が舐めれる。舐めれるって言うの。ショッツめっちゃ風呂入ってるイメージあるわ。なんか何やろな。タオルスはやたらトイレにいるイメージがある。俺すぐお腹壊すね。トイレめっちゃ長いね。もういいかな。あ、はい、じゃあライフ、はい、うん、じゃあえ、こんな偉そうに言われへんすけど、せっかちな人。もう私あかんやんじゃん。いや、じゃなくて、あの、いや、悪口とかじゃなくて、僕がせっかちでいたいんですよね。あ、だから女の子にはほんわかしてどうするんやな。ほんわかしといてもらって、お互いがせっかちになると、うん、こう、あーってなるじゃないですか。私、超せっかち。いやいや、あ、うん、あの、いや、でも大阪の人ってせっかち多いよね。多いですね。だから東京の人とかめっちゃなんか落ち着いて見えますね。もう車の運転が全然せっかちじゃないよね。全然ちゃいますね。ひっくり来ないですね。あ、これや。コメントめっちゃ走ってくれてる、ありがとう。これやな。信号は守る。あー、そっちね。いいよ、どうぞ。じゃあ、僕は、うん、自己中。難しいな。まあ、いや、なんかその、うん、なんかその、なんつったよ。でも自己中じゃない人でも彼氏には自己中にならへん、女の子って。女の子って基本的に自己中じゃん。まあ、いやじゃあまあ、それ言ったら男も基本的に自己中だって。人間みんなそうじゃないですか。自己中やん、やっぱり。まあ、なんやろな、自己中って可愛いよねって。自己中、うん、かな。まあ広いな。ってことはきっとレンが自己中だよな。僕自己中なんすかね。あ、やばい。だってさ、自己中だったら相手がだって自己中だったらさ、自己中でいられへんやん、自分が。あー、そっか。ついてくるコンプが好き。どうなんすかね。え、でもお前言ってたやん、なんかよく笑う子がいいって。あ、そうですね。逆に言えば、よく笑う子がいいんですよ。そうなん。ってことは、暗い子が嫌い。暗い子が嫌い。そうですね。めっちゃ無理ですね、暗い子は。逆にだから暗い子を笑かしたいな、ぐらいの。なんか笑顔にさせて。なんかそれでちょっとなんかキュンってきそうな感じ。いやいやいや、ないいいこと言った、いいこと言った。なんかお前すごいいいとこ持ってくる。いやいやいや、じゃあほんまにそう、笑う子が好きです。じゃあこっちサイドいいの持っていきますよ、ね、ますか。いきましょうか、次の質問。 Q&A4 今までに経験した恋愛での失敗や恥ずかしい話を教えて。恥ずかしい話、何やろな。恋愛の失敗や、私も散々おいでやすで喋ってるけどな、もう言うことないわ。もうもうこれ以上あったら私も失敗だらけやもん。恋愛の失敗、あれやな、恥ずかしい話、恥ずかしいことしかないわ。もう恥ずかしい話でも大丈夫な。大丈夫。恥ずかしいっていうか、まあ失敗っていうか、え、何かな。かかんでも口で、うん、口でいい、口で。あ、じゃあライフからどうぞ。昔、うん、付き合ってた女の子なんですけど、うんうんうん、超アホやったんですよね。中学校の時、俺です。超アホやったんですよ。はい、うん。もう超アホで、いや、めっちゃ今考えたら恥ずかしいんですけど、雨降ってて、雨上がって、ちょっと出かけようや、つって。で、チャリン、ちょっと田舎なんで、もうチャリンコとか二ケツして、こう、行っとったんですよ。青春じゃないですか。青春やね。で、バーってチャリンコこいでて、で、たまたま、虹が出たんですよ。おで、おっと思って、意味わからんところでチャリンコ止めて、着いたで、つって。で、
え、何すんここでみたいな、うんうん、あ、これこれお前にプレゼントしに来たっつって決勝いやいやいや、違う、アホな時なんすよ。じゃあそんな顔やめてください。その顔やめてください。じゃあ痛い、いや中二病の時になんなんマジか言われてるじゃん。違う、笑い半分やで。でも私、まあ、そ, そ, でもそっか笑うために私結構そういうの好き。あ、そういうまあベタな感じの、いや、そう言ってくれた試したやろ。これ通じるかな、いや、じゃけるかな。アホすぎてこれ絶対おもろいと思ってやったんですよ。これやったらめっちゃおもろい。このキザな俺ついけるかなっていう感じで、いや、それもちょっとありましたけど、ちょっと笑いもいけるしみたいな、はい、やらしい感じやな。そうです。で、それから何歳の時、その年齢によるよね。え、だから中あ、じゃ あ, とかあの素敵と、うん、中学の時に自分が付き合ってる人でそんなん言われたら私ちょっと嬉しいもん。あ、でもやっぱりなんかそういう子って多いみたいですね。なんかそのなんていうかベタなんか好きな女の子っていうか、なんかやっぱ女の子ってさ、基本的に少女漫画みたいなのなら あの恋愛とかにやっぱないけど憧れは抱くから、だからそのキザのことを平気でできる人って結構得やと思う、男の人は。世の男性の皆さん、虹をプレゼントしてください。いや、やめてください、やめてください。でも虹が花じゃだけのものになるっていう、ね、あれお前のやでっつって少女漫画読みます。じゃあ、レンは僕、恥ずかしいっていうか、なんかあの好きな子がおって、うんうんうん、高校2年生ぐらいの時ですかね、うん、なんかそう、なんか告白の日ですよ、うんうん、もうちょうど告白の日に何を思ってか知らんけど、僕ワンカルビ連れて行ったんですよ、焼肉屋。告白の日にワンカルビ連れて行って、おうおう、であれまあ3000円ぐらいじゃないですか、食べ放題で、まあいろいろ話して、で6000円ぐらい払って確か、で高2で6000円きつない結構ね、まあ、いやでも頑張りました、頑張りました、いやいや頑張りました、頑張りました、6000円頑張りました。でそっからまあ最後のプランを立ててたんですよ。何かって言ったら、その僕のあかん、ドキドキしてきた。僕の家の近く、まあ、住宅街なんですけど、うんうんうん、そこをなんかあの家なり家って言って、なんかすんげえなんかあのルミナリみたいなやつみたいな家なり家って言って、すごい有名な家があるんですよ、一軒家だけ。そこに連れて行って告白をしようと思って、あ、人の家よ、でもそれ人の家。まあ、 あの連れて行ったんですけど、あの、まあ、別にオチとかそういうのは全然ないんですけど、なんつったんや、振られたっていう、そういう、振られたよ、それで。振られましたね。しかもなんかあの友達、その子の友達に協力してもらってたんですよ、僕。で、いけるよって、で、いけるよって言われてたんですよ、めっちゃ嘘つかれてるよ。いやいや、いや、いけるよって言われてて、で、告白の前夜、前の日になんかいきなり電話してきて、なんかやっぱり連無理やって言われて、なんでかって言ったら、その2日前ぐらいにその俺の手助けしてくれてる友達とその子と3人で遊んだんですよ。で、その時に僕音楽好きじゃないですか。で、その相談してた女の子も音楽好きで、その子2人と僕めっちゃ音楽の話してしまって、1人取り残してもうたんですよ。あ、女の子強いの嫌がるもんね。で、ずっと黙り込んでて、で、俺らはそんな知らんじゃないですか。で、それが嫌みたいで振ったり、振ったっていうか振られた。ただただそれだけで、それだけで振られた。でもその時に私のこと相手してくれへん人は嫌やっていう感情なのな、女の子だから。まあ嫌やっていうと、あとちょっとなんか私寂しいわみたいなあったんちゃうんだ。嫌なと、その他の女と盛り上がるんやみたいな、なんかそのそれがなんかやっぱり今後先のこと考えるとやっぱ無理やなみたいな感じらしくて、っていう実話ですね。それは人の家の前でかけてくられたよ、ね、そうです。めっちゃみんな人いてるんですよ、有名やから、人の名やからめっちゃ人いてるんですよ。うわー、恥ずかしい。あの、見ながらでええから言うて僕こくったんですけど。ついでになんて振られた、あの、それ気になる。ねえ、振られたやろ、忘れたな、あれ。なんか、何やったっけな。とりあえずこの前の返事のあ、ちょうだいみたいな、じゃあ、ちょうだいっていうかなんかやねんけど、みたいな。あ、はいはいはい。やっぱりレン君とはその友達としか思われん、もうあるあるな振られ方をされて、で僕はアホやから、それ以降別に連絡取ったらいいじゃないですか、うんうんうん、でも連絡取らずに終了したって。いや取られへんよね、振られたら、ね、ちょっとなんか心やられて、まあ、関係ないよ、まとめたら人なり人なりってなんか余計孤独になって、ブワーなってめっちゃ孤独になってしまって、家なり家で告白したら付き合われへんっていうジンクスやな。そうですよ、ほんまに家なり家とか絶対言ったらあかんすよ。
再生。あんまずっとないな。なんかある恥ずかしい。俺は別に恥ずかしいっていうか、まあ実体験で俺が悪いことやねんけど、うん、基本的に俺話聞かない。え、今話してんの？あのみんなスタジオ失笑してるの？基本的に話を聞いてるふりして聞いてないから俺が悪いっていうのも分かってる話なの。じゃあ適当に相づちを言って今の質問の意味分かってる？分かってる。だからあの失敗やろ。あ、具体的に言ったらこう経験した失敗、経験した失敗が基本的に話聞かないのが失敗やからみんな聞きましょう。あ、だから今の質問も聞いてなかったってことか。そうそうそう、あ、分かった分かった。聞いてなかったっていうことで、ちょっと一回 CM 行きましょうかね。すいません皆さんね。はい、 CM どうぞ。ようこそ僕のシンデレラ。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給1万円？簡単だな。簡単だろ。来たあかんけど。はい。はい。じゃあね、質問コーナーも終わったところで、本日はね、キングシャインファミリーが来てるということで、私だからの、 あのお願いとして、エルクシュレイというのはサムライソウルを、はいはい、あのレゲエの人ってさ、まあ、ヒップホップの人もフリースタイルで即興があるけど、レゲエの人もさ、はい、なんとかあれ、ドライバーだとかでさ、そういう即興があるから、そういうのをちょっとお願いしたいなと思って、はい、サムライソウルをちょっと今日初めて即興で一緒にやってみたいと思います。即興めっちゃ苦手。よし、もういいから。あ、またよし、あとカメラ切り替えますか？立つ感じに。じゃ立って、とりあえず。はい。いいよ、もう。いいよ。いいよ。あ、いくのウルトラソウルちゃう。こんな感じの。なんかこの絵、なんか初めてやな。初めてですね。Okay, okay. 歴史をもんじるはず日本男子、大和魂どこに託し根性、魂は俺はいい節の誇りと無愛想、生の腹ん中忘れてきてな、oh, oh, oh. よしよし baby、 女は愛と言葉と動く、昔どこがにもそれいてびくびく捨てては疲れないよ女心、熱く決まって胸を張って、茨の道行く侍を、強くなれ強くなれ、自分に負けない心持って、女子供やしないこの国を背負う侍たちよ、強くなれ強くなれ、自分を生かした道を持って、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ、込みで生きるのが流行りで、高度なされ込み生きたやから起きる刀は誰に出られたの、一夜情報の私に見せてみて、負ける込みに強い優しさを、じゃあ2人に入ってもらいましょう。 OK! ワークワーク、俺らキングシャインファミリー。じゃあフリースタイルで、ちょっと難しいんすけど、俺サムライやったら早口で切っていくわ。バイブ旋回、リブを展開、英会ルーボイ乗っての状態、正解マンなんなんなら紹介、そうないマイクで大公開、魔界場内、胴内、脳内、急な荒つない。 OK! フリースタイル、じゃあ行きましょう。
こんな感じでつなげるビート、俺らフリースタイルでつなげるネクスト、そんな感じでフリースタイル大阪ワンマン楽しみにして、マイク次のネクスト DJ に渡してもらってフリースタイルつなげる、キングの登場で山椒の誕生の場所で頂上でみんなのテンション最高潮だ、ライターチャッカーよさみなのりなの敵なのさ、みなの敵な涙切腹するならそこですいな、これでっかいこれでっかい音は止まらない、楽しい時間過去には戻せない、よこれでっかいこれでっかい次のネクスト DJ、 そのまま金ないよ、はい、オーケー、じゃあ行きましょう。強くなれ、強くなれ、自分に負けない心まで、女子供やしないこの国を背負う。画面の向こうの皆もカメラアイソール灯して聞いてください。自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立てて侍へ。本日は LK おいでやす出演してくれたキングシャインファミリーライフとレン、はい、皆さんツイッターもしてなるのでチェックしてください。そして私が LK ストリートのジュラン、ね、これからも LK ストリート、とガッツリ LK おいでやす面白くしていくので来週も見てね。女は愛好ここはどこ、昔な言葉にも染めてビクビクしてた、掴めない女が殻を吐く縛って胸を張って、茨の道行く侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立てた侍よ。いや、今日むずいっすね。侍ソウル、背負う侍たちよ。もう俺全然ちょっとカミカミすぎた、いやいやわ、もういやいやわ言うてこれさ、はい、これアーティストの、アーティストの人ってみんな歌い終わった後マイク持ったまま喋んの絶対。そうなんだ、なんで間違えない、これ今いらんから MC みたいな感じ、そうそうそう、はい、こんな感じで即興すごいね、でも即興できるってね、うん、いやでもなんかまた次ちょっと作ってやってみたいですよね。一回さっきの言ってたわーミックスゴリゴリ、ちょっとレゲエからちょっとレゲトンに近いお祭りソングをできたらね、一緒に面白そうです、作れたらいいよね、うん、あ、毎回歌歌ってあ、めっちゃいいやんかってみんなめっちゃ言ってくれてる、ありがとうございます。ゲストが来たらあっという間、もうあと3分ぐらいちゃうかな、放送多分。かっこよかった、またミックスルース出てください、嬉しいな。早口で言ったな、そうやな。私も早口あ、やっぱ私普段から早口が得意で、だから大阪の人ってやっぱ早口なの。そうなんですよ、せっかちなんですよね。ほんじゃあれ言える、あ、そういうのあるんですか。うわー、そういうのさ、うわー、それちょっとやばいな、これで噛んだらあかんで、これ私めっちゃ得意なの。そんなこと言われたら行くで、俺全然早口ちゃうわ、全然、いや、それせこい、めっちゃせこい。え、豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶったら、え、ちょっと待ってください。豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった、豚をぶったので、豚豚をぶたれた豚がぶった、ぶった。お前、いや、めっちゃ難しい、ほんまに。豚がぶ、え、ちょっと待って。豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶった折れた。テレテレテテテレテテ豚がぶったらぶたれた、チャンスよ、豚が豚をぶったらぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶった折れた。あの僕 G が G 読めるんですけど、国語のこういう読むやつあるじゃないですか、あれでも一番スローやったんですよ、字読みながら早口は
あ厳しいですね。字読めないみたいに。それが一番あかんね。ジャマイカとか。じゃあ生麦、生米、生卵は？生麦。もうアウト。全然言って。生麦、生米、生卵。生麦。生麦。あんまり上手くないと。まあそういうこと。あのジャマイカのあの早口やったら、セラバダバリリリムセラバダバリ。お前のおじさん。それしか言われへん。セラバダバリリリムセラバダバリ。あいつやったらできるのさ。シルリルリルリルボー。おお大変だ。足引くの。なんだそのノリ。あるんですよ。できるの。ココティ。あ早すぎて言われ。シルリルリルリル。ココティやった。シーってやつ。ココティでしたっけ？いや分からへんな。なんか確か、確かそんな感じの。ココティしか。スキャットマン歌える。ココティですよね。スキャットマン。あ、バリー。そうや、そうや。そうそう。あの、めっちゃごっついやつなんすよ。あ、そうなん、歌ってる人知らん。あ、PV も YouTube で。ちょっと待って、もう、あと2分ぐらいなので、あの、ちょっと最後にきっちり告知、もう一回。大阪、堺東。5月2日ゴイスワンマンライブゴイス、はい、そのチケットはどうやったら買えるの？チケットは一応あのホームページで予約ができるので、さあホームページがわからない人は、さっきも言ったけど下にあるキングシャインリトルと L、 これなんて書いてあるの？キングシャインリトル、あ、リトルリトルですね。え、違う違う、そっちの R ボーイや。あ、 R ボーイか。そうなんですよ。そういうことね。ボーイやもん。あ、そういうことか。ボーイ、あの、はボーイ、ボーイ、そう、2人のアカウントがあるのでね、そこからホームページにも飛べるようなので、大阪近郊の方はぜひぜひ5月2日、堺東ゴイスをお見逃しなく。お願いします。お願いします。え、それまではあんまりイベントは入れてないの？ライブとか。そうですね、配信の活動にちょっと力入れてるんで、まあでもワンマン前にもちょっと上げれたら上げようかな。まあそうやね。はい、それをじゃあみんなもちょっと楽しみに。俺の仕事の友達も行ってあげて。お願いします。ぜひ。昨日王は〇〇妻に勝ったんじゃね。ああ、それやったら嬉しいな。〇〇妻に勝ったねって。これで勝てたらすごいよな。〇〇妻何十万人が見てるで。何人見てるんだよ。そう。じゃあ本日はね、こんなキングシャインファミリーをお誘いしてのエルカイオイディアンスでしたけど、はい、どうでしたか？いや楽しかったです。ほんま？はい。あと10秒やで、あの早口で最後なんか喋らない。あの、またよかったら呼んでもらったらね、あの呼んでもらえたらもういつでも呼んでもらえね。その池ビクビクしてては掴めないような心、把握いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。Hey yo everybody！ この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2、 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ。